こんにちは、目黒区の自律神経救世主腹町接骨院久松です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回は、腰痛を持っている方、もしくは最近足の上がりが悪くなっている方、足の上がりが悪くなってつまずきやすくなったと、そういう方たちに向ける筋力を鍛えるトレーニングをお教えいたします。足の上がりが悪くなってきたり、もしくは腰痛が悪くなって腰痛が出てきたりする方っていうのは、足の付け根から骨盤、そして背骨にくっついている腸腰筋という筋肉が弱くなることによって起こると言われております。ですから、その腸腰筋を鍛えることにより、姿勢も良くなり、腰痛も改善され、足の上がりも良くなり、つまずいたりすることが減ってきます。どのようにトレーニングするかというと、もう簡単に言うと、もう足踏みです。足を上げるだけなんですけど、それがちょっと上げるんじゃなくて、膝をなるべく高く上げるようにして足踏みをします。そうすることによって腸腰筋という筋肉が鍛えられて、腰痛改善、姿勢が良くなる、そして足の上がりが良くなるということになりますので、説明していきます。足踏みを、足を上げていくんですけど、このような高さではなく、なるべく高く、なるべく高く上げるようにしてみてください。これを、ではまず10回やりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、少し休んで、またやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じでやっていきます。最初は10回でもいいんですけども、慣れてきたらね、20回、30回でやっていただけるといいです。また、バランスが悪かったりする場合は、壁につかまって足を上げるようにしても構いません。やろうとして転んでしまったら本末転倒ですから、そうならないように、最初は捕まりながらでもいいです。そして大事なのは、これを続けることです。1回やっただけでも、やっただけで足の筋力がつくわけではないので、継続してこれを毎日の日課にできるように、ぜひぜひ取り組んでみてください。そして、もしあなたが自律神経の症状、病院で原因不明と言われた、もしくは自律神経の乱れが原因と言われていた症状でお困りの場合、当院のやり方がお役に立つと思います。ホームページにいろいろ症状別のページが載っておりますので、ご覧になってみてください。そしてもし私の力が必要だと思いましたら、電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。では、この足上げるトレーニング、ぜひぜひ取り入れてみてください。